なんかこの人たちがなんかもっと芸能にこう、うん、コミットできるような、うん、なんかシステム、うん、仕組みなんか作れないかなって思った、うん、もうこういうコミットしてる人たちにはもうそれだけしてほしいじゃん、うん、すごい芸があるから。でもそうなるためには、うん、なんかやりたくないことじゃなくて、うんうん、やらなければならないことも、そう本当に好きなことだけをやるためには、そうなんだよね、その現実ベースに落とし込んだ時にいろいろやるべきことってのがたくさん出てくるじゃないですか。そうですね、うん、芸能の人たちが、まあ、舞台だけじゃないにしても本当に芸能だけ、うんうん、いや俺マジで作りたい、うん、そういう社会を、うん、絶対、うん、人生一回だし、現状維持だと無理じゃないですか。無理、うん、今のところずっと、だってこれって何年前からも言われてること、ね、10年だから。でも俺さ、その点さ、その時代に時代にさ、なんか役割があると思って、うん、いろんな役割があって伝統がつながれてると思ってて、うんうん、本当に思う。例えば戦後、うん、つないできた人たちのつなぎ方、うん、やり方、やり方、うん、で今ちょっと前の人、うん、今、うん、この先って、うん、絶対伝統のつなぎ方って違うじゃん。違う、絶対。でもだからこ そ, なんかそのやってきた人たちにリスペクトと敬意を持ちながら、うん、その人たちのことを知る、うん、ちゃんと知るっていうことが大事だし、うん、知った上で自分たちはつないでいかないといけないから、うん、なんか何かも知らずに、いろんな人たちのつないできた思いを知らずに、なんか俺は目立つんだとか、うん、じゃないじゃない。組踊りとかも今男性の芸能とか言われてるんですけど、うん、戦後は本当に女性の舞踊家が中心になってつないできたんですよ、ね、でやっとこの形が確立してきて、そうだ、ね、ユネスコとかにも登録されてとか、うん、で研修制度ができて、で自分たちの少し一個上の世代の先輩たちは CA の会とか OB 会とかそういう団体っていうのを作って、まあ、創作組踊りとかそういうの作ってきたじゃないですか、ねうん、思い出した。あ、はい、その点さ、俺さ、そういう人たちの声とか、うん、そういう人たちが見てきたものとかを、うん、ちゃんと残さないといけないと思ってて、うん、だからなんか、なんていうの、その人たちの声を残したい、うん、アーカイブっていうか、アーカイブっていうか、この、そう、つながってきたり、そこで何があって、忘れさせたくない、うん、だから本当にいつも稽古してもらっててとか、あ、今のその言葉、うん、マジで残したいとかって思うし、うんうん、あ、その経験談、マジで残したいって、うん、もう、そんなことばっかりで、毎日が、うんうんうん、だからなんか、そういうウェブサイト作りたいなって思ったこととかもあったりして、うん、だからわかんない、今めっちゃポットでだけどYouTube でそういうこともできたらいいなって思うし、うん、もう怖いもん、本当にあの人が見てきたものとか、うん、なんか大切にしてることとかを今残さなければ、うん、なんか消えちゃうような気がして、うん、だからなんか、だからこの先輩たちとか先生方が紡いできたこのものにただ乗っかるだけじゃん、うん、それって繋がれないじゃないですか、うん、逆にこう、いやもうほんとそう、簡単だけどね、うん、やりやすいし、うん、乗っかるだけ、整備してくれてるから、うん、先輩たちが。でもすごい立ち上げとかの最初の時ってすごい労力かけて、もう0を1にするってすごい大変。いやマジで思う。だ、自分たちはそこでこう浸るんではなくて、うん、じゃあ次どう繋いでいくか、ね、C の会とかだってさ、今俺らは所属できてるけどさ、うん、立ち上げとかすっごい大変だった。絶対大変、うん、頑張ろう、やりましょう。あ、終わる、そうだねじゃあこれしかも一回切ったのだからね、一回切ったのにまたなんかありがとうございました。ありがとうございました待って、終わり雑すぎるし、待って違う何にしようなんだっけ、何の動画撮ってたのか忘れたやばい。みたいな、ちょっと待って、編集でどうにかして。そうだね、なんだっけ、だから、まだ2ヶ月なんでまだ2ヶ月、もうちょっと、この今のね、うん、あれ改善点を改善して、うん、もっといいコンテンツを作れたらなと思ってます。ぜひコメントとかでいろいろ教えてほしいです、うん、なんか1年後はまた
そう、ね、いろんな話題とかがあるように、そうそう、今から頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。終わり。